かけます。かけます。香りめっちゃいいですね。マーラー麻婆豆腐の完成です。はい、皆さんこんにちは。今話題のマーラー味が大好き、料理のお兄さんリュウジです。みんなの彼氏休日課長だよ。いじつきよしです。課長が最後が良かったんじゃないの。本当だよ。すいません、言ってない、落ちちゃう。ということでですね、はい、今回3人でマーラー麻婆豆腐を、ね、使った料理対決をね、全2回、はい、行わせていただきました、はい。どうでしたかね。僕ね、2回目のね、戦い方を間違えた。そんなことはないけどね、うん、楽しかったね、うん、もう惜しかったな、みんなの美味しい、嬉しいな、うん、惜しかったですね。今回ね、それぞれ皆さんね、アレンジしていただいたんですけども、はい、どれもすごく美味しかったんですけども、はい、そろそろですね、はい、こちらのマーラー麻婆豆腐で、はい、このパッケージに作られている本来の食べ方、なるほど、やってないじゃないですか、この動画内で。基本に、そう、基本、基本食べてみたくないですか。食べたい、食べたいよね、うん、お前どんだけうめえのかと。ありのままのお前は、ありのままのマーラー麻婆豆腐の美味しさを一緒に作って食べてみよう。やりましょう、やりましょう。これね、もう本当に簡単なんですよ。すぐ終わっちゃうんですけども、あえて今回はそれぞれの工程を一人ずつ、はい、やっていきます。やりますか、今日の作業。いや、それ必要ないぐらい簡単ですけど、いや、一応ほら3人集まってるわけだから、3人で、3人で作ったら何か起こるかもしれない。まあね、材料はですね、うん、マーラー麻婆豆腐と、はいはい、お豆腐、この2つだけ、はい、2つだけでいい。めちゃくちゃ垂れてますね。ここ剥いてるのをちょっと忘れてたんですね、はいはい。今回はですね、セブンイレブンさんのお豆腐にしてみたんですけども、はいはいはい、マーラー麻婆豆腐全国のコンビニやスーパーで買えちゃうんですよ、うん、なので、はいはい、コンビニにある材料、コンビニのお豆腐売ってますよね。売ってる。売ってますね。そうですよ。はい、これだけで本格中華が作れちまう。疲れて何もしたくないけど、お酒飲みたい、でもちょっとお腹空いてるっていう時にぴったりです。そうなんですよ、ね、おつまみでもね。そうですよね。おつまみにもご飯もいけるっていうね。晩酌 ね。ではですね、じゃあ僕が最初、ね、はいはいはい、トップバッターいいですか。お願いします。お願いします。はい、豆腐をやっていきます、はい、これはね、こう包丁で切らなくていいんですよ。あ、うん、これはね、こういう感じですね。あ、はい、すごい。こんな感じでスプーンで、ね、すくっていくだけでいいんですよね、これでね。こうすくい方どっか修行されたんですかね。とても色気のあるすくい方で、はい、あ、本当ですか。素晴らしいですね。ちょ課長節がね、結構炸裂してますけども、ちょっと3秒ぐらい黙っといた方がいいですか。いやいや、もう大丈夫。どうですか。3秒経ったから。3秒経ったんだ、はい、こんな感じでね、はい、なるほど。次はマーラー麻婆豆腐のソースを入れていきたいと思います。これは難しいかも、ね、いや、これはね、あのちょっと重大なところ、あの一番重要なところですね。はい、早くやんなさい。僕ですか。これはね、僕ね、ちょっと振っとくと危険が入ってるんですよ。ちょっと振っとくと、振ってください。よく振りって書いてある。よく振ってね、これ。かけます。かけます。じゃあこれをね。はい。いいんですか。大丈夫。一番大事なのは何ですか。しょうがないな。大丈夫。お願いします。こちらでよろしいでしょうか。やっぱ二重がいいですか。そうですね。そうですね、パッケージも書いてあるんですけど、二重で。二重が。で、はい、レンジに入れて。はい。600ワット。2分です。2分ちょうどですね。はい、2分ちょうどです。まあ、ご家庭の電子レンジが500ワットの場合は2分半が、まあ、推奨されてますが、そこら辺は裏面をご覧ください。あ、できました。来た、はい、じゃあ、お願いしますか。あ、すいません。あっちっちですか。いや、これあっちっちだから。いや、これ使った方がいい。これ使った方がいいんじゃないですか。こういう時のこれサクッと出てくるのがいいですよね。そうなんですよ。はい、じゃあこれ開ける瞬間すごい大切。僕が開けていいですか。お、うわ、こうなるんだね。香りめっちゃいいですね。こちらでですね、マーラー麻婆豆腐の完成です。あー、最高。本物の味だね。本物の香りがします。本物の香りがしますね、うん。早すぎる。早い早い。まあ、ということでね、早速食べていきたいなっていうふうに、はい、じゃあ僕から、はい、じゃあ失礼します。いただきます。
そのままでめっちゃうめえじゃん。あれそうですか。そのままでめっちゃうまいじゃんこれ。ちょっと食べてみてください。これ本当ですか、うん、こんなだって何もしてないじゃん。あんなに頑張ったの。あんなに頑張ったんだけど。美味しい。これは美味しいぞ。しかも優しいんだけど、その後やっぱもう来るな、シビから。そう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 、うん、これ本当美味しい。これ本当うまいですよ、うん、でもこれちょっと伊豆さん、はい、お願いします。はい、これはいろいろ考えたんだけどな、てかこれこのまま一番うまいってなっちゃう、俺ら何やってたのって話になっちゃうんですよね。いや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 、優勝ですね。優勝。これ優勝させたら僕らのあれがないの、ね、でもこれリツイートするツイートないですからね。これあのやっぱり香辛料がすごくあの、うん、うまく使われてるので、そうですね、やっぱりあのお家で麻婆豆腐が作るとするじゃないですか、うんうんうん、なんですけど、この味にねするには相当いろんなスパイスとか、ね、ホワジャオとか、はいはいはい、なんかね、はい、いろんなねあのものをね入れないとねこの味にならない、うん、でこれがあのパッケージングされてすぐにレンジでチンしてくれるっていうのがすごくいいと思うんですよね。そうですね。え、なんかねこれもし自分の愛する人が家に来たらこれ使ってるの隠して普通に麻婆豆腐作ったよって出したら絶対付き合えると思う。そしたら僕がリークするんだよ。リークするぜ。はい、いやでもこれ知らない人にとってはもう全然もう分かんないですね。本格分かんないこれ。本格麻婆、まあ今回はじゃあ普通にこのマーラー麻婆豆腐作ったんですけど、はい、なんかこうちょい足しとかっていう、はいはい、ああ僕ね昨日、はい、たまたま麻婆豆腐食べたんですけど、うんうん、納豆はあ合うと思う。あ、納豆ね。納豆入ってたぞ、昨日食べた。豆腐も大豆ですもんね。そう。あ、納豆はね。でも確かに僕のレシピもね、納豆入れる麻婆豆腐あります。あります、あります。多分ね、納豆好きな人だったら。それはね、あのすごく合うと思うし。それでご飯乗っけたら絶対合う、ね、うん。あ、それはすごい。うん、僕はね、もうまだやってないんですけど、はい、なんか鶏肉に、あの馴染ませて、うん、ちょっとそれをね揚げたらマーラー風唐揚げになるの。それ絶対美味しいぞ。それそれじゃん。まあ正直ね、あの炒めてもいいんですけど、それそうですね、炒めてもいいですよ、炒めてもいいんですけど、はい、それすごく美味しいかなっていう風に、うんうん、絶対美味しいね、思いますね。ちょっと酸味があったので、ね、また映えるので、うんうん、はい、トマト、トマト、トマトの角切りを一緒にここにね入れて、はい、一緒にこのレンジで加熱したら面白い。なるほど、トマト入りのマーボー豆腐、トマトマーボー麻婆豆腐。それパスタにかけません？それもいいかもね。それもいいかもしれない。ね、あ、それ絶対それ美味しいと思うよ。これもう使い方無限大じゃないですか。いや無限大、本当に。無限大じゃないですかこれ。こちらのねマーラー麻婆豆腐を作った、写真とハッシュタグをつけてですね、ツイッターに投稿してくれたらですよ、うん。めっちゃいいプレゼントが抽選で当たるらしいんですよ。お、味の素のマーラー麻婆豆腐をはじめとする、うんうん、今夜は手作り気分。はい、それと、はい、なんと今日僕たちがこれ着てるエプロン。うん、はい、はい、僕らが描いたんですこれ。ね、実はね、もう写実主義で書いてあるんですか、世界に30しかないこの僕らの手書きの料理が書いてあるエプロン、なんとこれにサインを書いてプレゼントっていう、はい、あげちゃう、逆にいいんですかっていう感じなんですけど、こちら持って帰ると思う。そう、いや僕も持って帰ろうと思った。これ記念になるから、いい記念になるな、ね、これをなんとねあげちゃうっていう、そうですね、ことならしいです。はい、皆さんもですね、頑張って応募してみてください。はい、応募方法はですね、概要欄も見てください。皆さんもこちらのマーラー麻婆豆腐、めちゃめちゃ簡単でめちゃめちゃ美味しいので、ぜひ試してみてくださいね。バイバーイ。バイバーイ。シビから。